今日の舞台はエスタディオメスタージャ。天気は晴れ、最高のピッチコンディションの下で試合が行われます。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。スペインからお送りするラリーガの一戦、バレンシアがアスレティックビルバオを迎え撃ちます。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。このゲームホストチームは今シーズンここまでかなりの失点も重ねています。簡単に失点するシーンが多いですよね。要となる選手がおらず、連携が取れていないことが原因でしょう。こちらがバレンシアの先発メンバーです。こちらがアスレティックビルバオの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。さあ試合開始、まずはバレンシアのキックオフです。ナビル・フェキル、マキシ・ゴメス、ボールを返します。ディフェンダーがここで食い止める。ルーズボールになった。ギリギリのタイミングでのダイビングセーブでした。ボールはエリアへ。相手のマークがついていますね。イバイ・ゴメス、よく見えています。攻撃は今一つ。ナビル・フェキル、ここはファールの判定です。警告はなさそうですね。キーパーが対応、ピンチをしのいだ。ボールは相手に渡ります。ナビル・フェキル、フェキル、キーパー弾く。コーナーキックになりました。コーナーからエリア内へ、パスをカット、いい読みでした。マキシ・ゴメス、マキシ・ゴメス、しっかりとしたディフェンスです。ディフェンスが甘かったですね。決定機の阻止に当たればレッドもありえますが、レッドカードが出ました。退場です。不栄がプレーでしたからね、これは文句言えないでしょう。
キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。このボールはコーナーキックになりました。キーパーがよく止めましたね。いいフリーキックでした。ここはキーパーが1枚上でしたね。ボールはゴール前へ。ちょっとクリアが小さいか。ゴールキーパーがうまく前に出ました。相手に奪われます。いい形でゴール前まで持ってきました。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。カウンターを狙います。上がっていけるか。カウンターから得点できるか。カウンターの場面でしたが守備が戻りました。ここで攻守が入れ替わります。崩してきた。これは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。サイドにスペースがあります。入れば1点リード。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。中に入れた。この攻撃は実を結びません。取った。打ちたい。最高のタイミングでタックルに入りました。よく止めましたね。ボールを取り戻しました。見事なプレス。ここはうまくボールを取りました。無理合い。ボールが足につきません。ルーズボールだ。相手ボールになります。イバイ・ゴメス。主審は迷わずペナルティースポットを指さします。これで試合が決まるようなことにならなければいいですね。 PK。 主審は PK を指示。ボールに行っていたかですよね。 PK でも文句は言えないんじゃないでしょうか。落ち着いてペナルティーキックを決めました。この PK ですが、キーパーが飛ぶと読み切っていたようですね。しかしそこまで分かっていたとしても、真ん中に蹴るのは怖いんです。このキッカーは勇気がありますね。相手ボールになりました。ボックス内へ入れてきた。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。コーナーになりました。追加点のチャンスです。パスをつないできましたが、ここで奪われました。バレンシア、サイドにスペースがあります。体を寄せる。体に当ててクロスをブロック。クロスを狙ってくるか。ボールがこぼれる。ボールを奪われました。前半終了を告げる。
後半開始です。ゲームをリードしているのはビルバオ。サイドにスペースがあります。さあどうする、ダニー・ガルシア。ビルバオ、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ゴールを狙う。リードを広げるゴールとはならず、チャンスを生かせませんでした。下がりすぎずに攻める姿勢はいいですよ。ここはクリアします。カルロス・ソレール、マキシ・ゴメス。ボールを回しますがなかなか崩れません。ウナイ・ロペス、イバイ・ゴメス。ここはボールを奪取しました。いい攻めを見せていましたが守備側がうまく対応しました。ここはシュートチャンス。デヘアのセーブ、まだインプレーです。ここはゴールキーパーが簡単に処理しました。しかし先ほどのファインセーブは見事でしたね。ゴールを割られてもおかしくない場面でしたからね。キーパーは調子がいいんじゃないですか。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。危険な位置です。緊張感が増してきます。ダニー・ガルシア、ボールを大きく押し出します。さあカウンターを仕掛けるか。ソレール、シュート。カウンター攻撃でしたがシュートは大きく外れました。最後は精度を欠きましたがそこまでの形は悪くありませんでした。こういうプレーを続けていきたいですね。次々に相手を抜き去っています。これはあるぞ。キーパーが止める。見事なセーブですね。ボールをよく見ていました。相手ボールになります。ソレール、インターセプトでチームを救いました。イケル・ムニアイン・ゴニ、素晴らしいボールです。デヘアが防いだもののプレーは続いています。ゴール、ビルバオ決めました。バーを狙ったシュートは惜しくもキーパーに弾かれてしまいました。しかししっかり詰めていた味方がリカバーしてくれましたね。ポジショニングが幸いしました。選手が交代します。ひときわ大きな歓声を受けていますね。ゲームの中心になっていましたからね。サポーターの気持ちも分かります。どちらのチームもここで選手を交代してきます。ここでボールを失います。見事なスルーパス。ウィリアムス、デマルコス、ここで止められました。惜しかったですね。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターです。これはしのぎきれるのか。これは見事なインターセプト。
クロスを結果には結びつけられません。パスをサイドに送ります。バレンシアのスローイン。ウナイ・ロペス、ボールを奪われます。このシュートはディフェンスに止められます。ここで攻撃を止めます。相手にボールを渡してしまいました。カルロス・ソレール、ボールはバスへ。パスを返します。このパスは読んでいました。イニャキ・ウィリアムズ・ダニス、デマルコス、ムニアイ、前に出しましたが気を抜けません。これは見事なクリアでした。キーパーがボールを確保しています。普通ならゴールが決まっていました。これはキーパーも嬉しいでしょう。ボールをキープして自ら勝負します。中央へ入る前にカットされました。ホイッスルが鳴って試合終了です。福西さん、スタンドのこの反応はしばらく収まりそうにないですね。はい、レッドカードに対しての抗議でしょうね。あれがなければ勝てていた可能性が高いですから、サポーターは納得していないんでしょう。